はい、皆さんこんばんは、和道です。2018年3月の15日、19時47分です。よろしくお願いします。1回10錠。はい、和道、おはよう。ありがとう。はい、ワード2。はい、ワード2。なんでキツネ？気分。嫌だった。通常枠の方が良かった。この枠は匿名枠です。キツネ枠です。通常枠の方が良かった。どうも、おはよう。みんな特に理由はないよ。何やろうとしたんだっけ。はいはい、どうも、ワダツ。はい、どうもどうも、ワドツ。ワドさん、キツネ。いや、結構やってるよ、俺。キツネ枠。キツネ枠結構やってる。鮫島さん、バンになったの？なんで？知らない。F ワッチ？鮫島さん、バンになったの？いや、全く何も知らない。風船ありがとう、匿名さん。なんでだろう。なんなんだろうね。全く知らない。もう疲れて寝てたよ。こんばんは。こんばんは。ハムスター握りつぶした？何それ。なんで？なんでそんなことしたん？何それ。こんばんは。全然知らないわ。何が何だかさっぱりわからん。捨て頃まだだよ。終わってないよ。これから。ね、あ、まあまあ、あんまり気にしてない。本当に閲覧気にならないんだ、俺。閲覧どうでもいい。楽しかったらどうでもよくない？楽しかったらいいじゃん、それで。はい、こんばんは。よろしく。夕飯俺が作ったね。ペペロンチーノ今日は作って、食べましたね、昨日と今日は。体調もだいぶ良くなったかな。だいぶ良くなった。ご心配おかけしました。
腸もねだいぶ良くなって、だいぶいい感じだね。ゆかち、いや、晩明けでしょ？晩明け。花粉楽になるっていうよね、プラズマクラスター。ドレさん生きてるよ。ただね、体調はやっぱよろしくないらしい。待ってね、メール送るのやらないと、和道の格闘技練習会と場所横浜集合が18時30分アイテムありがとう。あ、ドラムかっこよかった、ありがとう。嬉しいです、そう言ってもらえると。ドラムはね、昔ちょっとやってたんですよ。そうだね、バンドメンバー集まるといいね。
ありがとうございます。うん、見学はね、3時間で1500円です。はい、どうもどうも、バーガーありがとう。飲み会っていうかね、見学スペースがあるんですよ。だからお客さん、リスナーさんは見学する人は、お酒でも食事でも勝手にやっていいっていうルールで、こういう場所で、見学しながら観戦ができるっていうシステムを作りました。19時か。リスナーも横浜駅集合ですね。はい。はい、ワドツ、みんなおはよう。どうも。アイテムありがとう。
石野は即ブローするよ全然。オープニングトークで、でミッド打ちからか。まさかこんな台本書くとは思わなかったよね。なんかさ、俺ああいうさ企画とか見ててさ雑だと思わない？なんか企画の内容が、なんかみんな好き勝手喋ってさ、あ全然来てください、あの一応来る人はあの集合場所とかあるんで僕の LINE に連絡ください。来る人は今 2,3 人決まってんのかな、そんな人数多くならないと思うんで、あの待ち合わせとか場所とか詳細送るんで。はい、風船ありがとう。なんかねこういうのしっかりやりたいんだよね。その台本は台本なんだけど、その番組が面白くなるように。気持ちわかる。はい、ワタツミッド打ちの後何やろうかな。ミッド打ちの後何やろうかな。辰彦のミッド打ちが抜けてんな。
段取りが、段取りないとダメだよね。で、15分ぐらいかな。3分、3、4、12分だから、まあ15分で20、これくらいの尺で大丈夫かな。何が見たいのかな、みんな。ミット打ちやって、オープニングトーク、ミット打ち、スパーリング最後でいいよね。ミット打ちの後何入れようかな。約束稽古入れた方がいいのかな。鮫島さんは基本 MC だね。どうしようかな。トークに参加、スパーリングの前に、わかんないね、オカリナさん来るかどうか。一応リスナーさんは顔出さないように、あの席は変えるから大丈夫だよ。何がいいかな。約束稽古、スパーリングしんどいね。スパーリング最後でいいよね。ミット打ちを回して、で今度約束稽古かな。どうしようかな。マススパーにしようか。マススパーリングと、マススパーリング、マススパーリング、3分で、こんなもんでいっか、練習は。で、あれで、どうしようかな。ポチエムは練習やんのかな。どうなんだろう。いらないんじゃないの。チームは練習やんのかな。どうなんだろう、わかんねえな。2、3、6分だから、20時30分、20時10分、休憩10分入れようか。休憩10分、いる？いや、その辺わかんないな。チーム練習させた方がいいのかな。スパーリング、スパーリング、
まず誰から行こうかな。スパーリング、スパーリングに何分取れる。スパーリング、誰から行こうか。辰彦から行くか。これが先にやった方がいいか。これ多分メインマッチになるよね。これ多分一番見たいやつか、みんなが。まあいいや。あとはまあ順番後で組み替えるか。ワードテルチャンピオン、俺もやるやるやる。テル入れとこうか。テルチャンピオン。お、順番重要だよね。タツヒコ VS。ヒカルくんと仲いいよね。で次が俺がヒカルくんか。順番どうしようか。順番みんなで決めようか。バレミチ VS VS、ワド VS 3倍目ヒカル、3倍目ヒカル、タツヒコ6、6試合で合ってるよね。テルバーサス辰彦、テルチャンピオン VS 辰彦、これで全員かな。テルがヒカル君と俺とやってて、俺は3人、これ全部で6個でいいのかな。いや温めとけばいいじゃん。体ずっとこれやってる間ずっと温められるんだから、むしろ向こうに気使ってるんだけど。でまず一番軽い試合というか、まずこれがメインマッチだよね。多分みんなが見たいのこれでしょ。一番見たいのこれでしょ。テルバーサス3倍目ヒカルだよね。これ一番下に持ってく。そうそう、体力使わせないでアップできるように気使ったつもりなんだけど。俺は連戦きついっつってもスパーリングだから。これじゃあ最終試合これにするよ。テル VS ヒカルくんにするよ。これ最後ね。これが6で、オープニング俺でいいと思うんだよな。俺バーサス辰彦でいいんじゃない？どう思う？で、テルと俺を真ん中に持ってくか。その前に、あ、そうするとテル連戦になるのか。じゃあ、このワドーバーサステルの過去対決はセミファイナルに持ってこう。これは最後の試合に持ってこうか。テルが連戦になってきついよな、ちょっと。そうそう、練習試合。辰彦 VS3 倍目からこれセカンドでいいか。で、3倍目光る。これだったら俺が楽になるのか。
辰彦3連戦。難しいな。頑張るよ。あ、了解です。いやよさん、ありがとう。了解。辰彦さん。光くんが連戦、辰彦連戦。テルが3連戦になるな、これ。テルが3連戦になっちゃうから。これ、テルいじめになっちゃうでしょ。ちょっと待ってね。これを抜いて。これを抜いて。これだったら平等かな。これでどう？これだったら平等じゃない？どう？和道辰彦、辰彦が2連戦で光くん、辰彦、光くん、辰彦が抜いて、テル、辰彦3連戦になるな。あ、難しいな、マッチ。辰彦が難しいな。セオゴロ2ステッカーまだありますよ。ドレさんは来ないって。辰彦と俺がやって、俺が辰彦、辰彦3連戦できっかな。いや、辰彦3連戦だよこれ。てかドレさん、あのコメント書いてよ。ドレさん、あのさ、配信者なんだからさ、ヒカルはレーシックダウンタイムでスパーリングさせんの無理だろうって連絡来たの。いや、ドレさんさ、あなたも配信者でしょ。こういうのめっちゃ恥ずかしいから、それ別にコメントで書けばいいじゃん。ドレさん、なんでさ、配信見ながら LINE 飛ばしてくんの。自己主張が強いんだって。キツネでいいでしょ別にそれ。いや、有利不利っつうか練習だからあれなんだけど、ちょっと辰彦が連戦になるからな。まあでもこれが一番ここが見たいって言われてるからベストだと思うんだけどね。盛り上がりに関してはこうなっちゃうよね。いや、コメント書けるでしょ。声が出ないんだよじゃなくて、裏で LINE 飛ばしてくるとか一番恥ずかしいやつだからね。まあまあ軽めにやればいいんでしょ。もしくは本人がね、あのスパーは抜くとかでいいんじゃない。そう、いや、こういうの一番痛いでしょ配信者の中で。3と4入れ替え、テルと辰彦。あ、いいね、それだ、ありがとう。3と4入れ替えよう。ナイス。こうすればいいのか、こうすればいいのか。光る、あ、これいいじゃん。ナイスナイス、これでいいんじゃん。そしたらテル3連戦じゃん。そしたらテル3連戦じゃん。ちょっとちょっと、456テルテルテルだよ。456テルテルテルだよ。これやばくない？これダメでしょ。いやいやいや、じゃあもうこれ人数的にしょうがないんだよな。テルテルテルダメでしょ。それはなんかテルがへばるでしょ。ここ一番見たいカードなんだから。俺3連戦でもいいよ別に。俺3連戦にする。どこをどう入れ替えたらいいんだろう。これをじゃあこれを抜いて、俺3連戦やるか。じゃあ3連戦やろうか。ここにぶち込むか。じゃあこれでいい。いや、休憩挟むよ別に。俺3連戦や、俺でもあれだよ、この後試合あるじゃん。まあいっか。辰彦3枚、テルジャンピン、辰彦3倍目、光るワード。どうすればいいんだろうな。どうすればいいんだろう。
いや、トーナメントじゃ、熱くなっちゃうから、あくまで練習だから、2と3を入れ替える。2と 3？ まあまあ、俺は別に構わないよ。練習できついことやんの。これでいく？じゃあ。いいよ、全然。俺はきつめでいいよ。これでいっか？じゃあ。1と3入れ替え。ここと、ここ？入れ替えんの？ちょっと待って。ここと、ここと、ちょっと待って。ここを入れ替えて、こう。和道光、龍彦光で、光くん2連戦でしょ？で、龍彦2連戦。龍彦2連戦。テール。あ、これでいいんじゃん。あ、これいいんじゃない。これどう？ 3 倍目光る和道、龍彦3倍目光る、テールチャンピン龍彦、テール。あ、これいいじゃん。これどう？これどう？これいいんじゃない。これいいじゃん。これでいいか。いいね。和道光、龍彦光、輝龍彦、和道輝、和道龍彦、輝3倍目光る。いいね。これでいこう。スパーリング。いいじゃん。いいね。これでいきます。いや、みんな3回やってるよ。全員3回で連戦が2回続くようになってるね。俺はここ4、5で2回でしょ？龍彦は、テルは3、4で2回でしょ？龍彦は2、3で2回でしょ？光くんは1、2で2回。これ平等じゃない？いいんじゃない？間にのんちゃんの歌挟む？のんちゃんの赤いスイートピーここに入れる？ここに。のんちゃんの赤いスイートピーここに入れる？いる？のりこの赤いスイートピー。ここら辺に。いらない？で、こうなってくると、こうなってくると、ここが MC ね。鮫島デルチャンピン。これ MC ね。ここは龍彦だから、3倍目光だから、ここ俺か。鮫島割れ道解説。ここは3倍目光ると。鮫島3倍目光解説。で、ここが龍彦解説入れる？出る。龍彦解説。ここはどっち解説にしようか。いや、だからグダグダなんじゃん、毎回。段取りやらないからダメなんじゃないの？こういうのをしっかり組まないから、いつも配信会がグダグダなんじゃないの？俺は逆で、そのトークの内容を指定するつもりはないけど、こういう段取り組んでおかないと、配信者好き勝手喋っていつも笑ってばっかりいるよ。
いや、山本さんには大丈夫。カメラは用意するから。鮫島、ヒカルくん解説、テル解説。ヒカルくん解説でいいか。テルがいいかな。テル。テルチャンピオンで、ここが鮫島&ワドでいいか。これでいいか。まあ、鮫島さんがまとめてくれると思うよ。で、スパーリングが、2分、3分、サーブ6、18、20分ぐらいか。25分取っといて、25分。で、15分だから45分か。スパーリング結構尺余るな。どうしよう。俺枠ですね。テル強いよ。はい、ワドツ。うん、どうしよう。横浜18時30分、19時、21時30分、カンパケの、見学 OK、リスナーさん25席、横浜駅集合、会場入り19時、オープニングトーク、ミット打ち、マススパーリング、ミット打ち、マススパーリング、横浜駅集合ですね。18時30分横浜駅集合で、で、そのままリスナーさん見学したい人は見学。見学しながら見れます。こういうソファー席に座って、まあ、弁当なりジュースなり酒なりみんな買ってきて、見ることができるっていう。で、リングで俺らはやってるっていう感じかな。来たい人は来てください。あ、知ってる？ここ。さて、どうしよう。技術練習とかにする？スパーリング。技術練習入れようか。10分ぐらい。技術練習入れるか。ちょっとスパーリング最後まで持ってって、技術練入れるか。うん、ミッドマススパーやって、うん、どうしようかな。打ち上げはまあその場のノリでこのメンツだったらあると思うよ。俺は多分鮫島さんと飲み行くと思う。まあそこは自由解散でいいんじゃないの。誘われた人とか仲いいメンツでなんか、何かしらやるでしょ。なんかでも尺余るね。30分尺余る。うん、そうだね。俺はリスナーさんとの試合備えるよ。打ち上げ、いや、俺は構わないけど、人によるんじゃん。俺全然構わないよ。リスナーさんがその場に誰が集まるのか分かんないから、集まって飲み行こうよってなると思うよ。ドルさん誘ったんだけどね、一番にね。大手としか絡みたくないでしょ、ドルさんは。何が見たい？なんか格闘技で見たいのある？なんか見たいっていうやつ。なんか見たいのある？最後に試合やるんだけど、
どうしようかな。潰し合い？いやいや、まだ尺があるの。まだ尺があるから休憩は十分だよ。この尺の間に休憩するから俺。大丈夫だよ。どうしようか。どうしようかな。ミッドマススパーで目鳴らしてスパーリング、悪くないと思うんだけどな。何やろうかな最後。バナナはあのおやつに含まれます。はい、大丈夫です。どうしようかな。あとフリーでいっか。ここフリーで尺余りでいっか。ここフリーで撮っとこうか、15分。どう？フリーで15分撮っとくか。多分、鮫島さんがうまいこと起点聞かせると思うんだよね。なんか、ちょっと俺もやろうかな、みたいなのとか、出てきそうじゃない？なんか。まあいいか。でここはフリーで撮っとこう。じゃあフリー時間大事だね。いや鮫島さん、いやこれでいいでしょ。で21時からフリーと、まあ何かしら配信者集まってるから大丈夫だろう。押したり引いたりとかあるから。で21時からポチ M、 ポチ M、 自己紹介 M、 自己紹介、ポチ M 自己紹介、ルール説明、ルール説明、ちょっと待ってね。
ちょっと待ってね、試合何分だったかな。試合が試合何分何ラウンドだっけな。あれ試合何分何ラウンドって言われたっけ。ありがとう大花火、ありがとう、ありがとうございます。試合何分何ラウンドだったっけな。ありがとう、アイテムありがとうございます。試合何分何ラウンドだ。あれ誰か覚えてる人いない、何分何ラウンドだったっけ。あれ3分2ラウンドだったっけ。3分2ラウンドだったっけ。あれ3分2ラウンドか、ありがとう。3分2ラウンド、3分2ラウンドね。3分長いよ、ボクシング試合、3分2ラウンド、ダウンの数何回だったっけな。いや3分2ラウンドだったんだよねこれ。ダウン何回で決着にする、ダウン何回で決着にしようか。 TKO 何回どれくらいにする。のんちゃんコーヒー買ってきてくんね、コーヒー買ってきて。え？ホット。TKO2 回でいいかな。あ、お金そこ。え？そう、赤い財布ない。池上さん呼ぼうか迷ったんだけどね。まあまあまあ、あんまり人数ごちゃごちゃしてもあれだしね。3回が普通？ 3 分、3回が TKO だっけ？ 2 回、辰彦にレフェリーお願いしようと思ってる。2回でいいんじゃないの？ 3 回で行く？どっちがいいんだろうな。ルール決まってないな、よくよく考えたら。どうしようか。2でいいよね。2ダウン、2ノックダウン制でいいよね。あるノックアウト、これでいいんじゃん。3がいい、3と2どっちがいい。みんな3ノックダウン、1ラウンド3ノックダウンか2ノックダウン、どっちがいい。っていうかね、2回も倒れてたらもう勝敗ついてるようなもんだけどね。2か3かどっちか書いて、2ノックダウン制か3ノックダウン制か。これ別に2ダウンでいいと思うけどね。2でいいよね、うん、じゃあ2でいくわ。2ノックダウン制で1ラウンド2ダウンで TKO ね。 1ラウンド1ラウンド、2ダウンで TKO と。 OK。
いや、危険だよね、2ダウンで。で、判定なしで、判定、引き分けなし、判定は誰にやってもらおうか。判定、まあまあ、素人でもわかるもんな、判定は。判定はリスナーさんでいっか。判定はアンケートにしようか。判定にもつれた場合、もつれた場合、リスナーアンケートで勝敗と。これでいいか。ありがとう。あ、ホットっつったのに。あ、ごめんごめん。ありがとう、のんちゃん。これで OK。判定にもつれた場合、リスナーアンケートで勝敗ってことで。これでいっか。いや、めちゃくちゃな判定になってもいいんじゃん、別に。リスナーさんも楽しめる要素入れとかないと、放送やの意味ないでしょ。俺もじゃあ分かった、削っとくわ、はい、で最後エンディングトークでいっか。21時15分エンディングトークと、これでいっか。エンディングトークと、これでいっか。で、21時、21時30分、配信終了と。配信終了で、配信終了して、で、21時、21時55分にカンパケと。で、終了までの間にリスナーさんと触れ合う機会作るか。こんな感じでいいんじゃん。これで OK かな。オフ箱とかね。どうでしょう、どうでしょう、 OK ですか。 OK、 2018年3月の25日曜日、場所横浜、集合が、18時30分横浜駅集合、19時から22時、 MC 鮫島さん、3倍目光るテレチャンピン、バブー達彦、ワードで、リスナーさんが見学 OK25 席で、横浜駅集合、会場入りしてウォーミングアップスタッフで、オープニングトークで、ミット打ち
で、マススパーリングの休憩10分、スパーリングがこのメンバーで、最後ポチ M と試合してエンディングトーク、配信終了、カンパケと。これで OK かな。まあまあいいんじゃない？で、応募方法はね、今書いたけど、見学希望のリスナーさんがいる場合、横浜駅に集合。横浜駅、18時30分集合なんで、まあ僕に LINE に連絡、事前に入れておいて待ち合わせするか、まあ仲のいい配信者、達彦とかテルとか、鮫島さんとかと、まあこの中の誰かと集合していただいても構いませんが、18時30分横浜駅に集まってすぐ移動しちゃいます。3月25日。会場が横浜だから。いや、25人も集まらないと思うよ。25人も集まらないと思う。横浜駅のどこかは、だから LINE で連絡取り合えばいいじゃん。
会場のお金払ったの俺じゃないよ。会場はね、俺が払ったわけじゃないよ。マウスピースは貸し出し無理だね。これでいいか。じゃあこれ、参加メンバーにメール送ります。よいしょ。まずは鮫島さん練習会だよ。鮫島さん、鮫島さん、てるちゃんぴん、鮫島さん、てるちゃんぴん、てる、だってあれだよ、あの、そうそう、テルに送ってで3倍目光る、光るくん、光るくん、あと達彦、鮫島さん、テル、タツヒコ、OK かな。あとはポチ M に送ればいいのか。はい、OK です。はい、こんにちは。 OK、OK、遅れたわ。ヒカルくんレーシック受けたみたいだね。トツいいですよ。トツどうぞ。ポチームっていうのはね、あの、もともと俺のガチ囲いだった人で、まあリスナーさんだね。でもうアンチになっちゃったんだけど、2年ぶりぐらいに連絡が来て、で、あの、殴り合いたいっつったから、それで始まったんだよね。ちょっと待って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 、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、 LINE じゃねえのかよ。ちょっと待って、スカイプ起動してないから待って。ちょっと一回切ってくんない？もう一回かけ直してくんない？もう一回かけ直して、もう一回かけ、あ、こっちからかけようか。
もしもし。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。き、うん。お疲れ様です。はい。一つね、シャワーが、何？シャワーあるでしょ？知らない。シャワーを使いたい人がいるのかなとか思って。まあまあ、汗すごい流すから、多分使いたい人いると思うよ。500円かかっちゃうんだよね。そうなんだ。それは人数分注文した方がいい？いや、いらない。多分その場で入りたい人が勝手に金払うと思いや、あのね、前払いでね、う。うん。そういう形なんだよね。じゃあね、誰も入ってなかったから大丈夫だと思うよ。そしたら、シャワーなしで。うん。あと、グローブ関係とか用意す。そちらの方で。一応、2セット2セ用ッ意しトあたんれですばけ大ど。丈夫じゃないかな。2セッ大丈夫ですか？ト、はい、すみません。よろしくお願いします。あとはですね、横浜駅広いんで、放送見てたんですけど、西口かどっかで、なんか目印になる待ち合わせ場所とかあんの？それなんかやってもらいたいんだけど。西口で、西口出たところの交番前かな。まあまあ、それってさ、横浜駅に着いて6時30分に各各々が配信回すなり電話してたらわかるんでしょ？待ち合わせはできるんでしょ？とりあえず西口に集合っていうことで、で、俺も行けばいいかな。とりあえず。みんな集まってもらわないと、だって俺会場わかんないもわかりました、わかりまん。した。ちょっと待って、16音声グローブは2個借りてるってこと？2個借りてますね。はい。とりあえず。で、ポチ M 自体はマウスピースは用意してんの？用意してます。あ、オッはケーい。オッケー。もうできてるのね。それはでき、用意してます。ファールカップいる？は、一応用意して、注文して、あ、22セッつトあ用るん意しだ。てます。まあ、多分持ってる人は持ってるから、辰彦と俺は持ってるから、多分テルとヒカル君が使い回すような形になると思う。わかりました。俺もちょっとないもんで、ファールカップの方。用意してるっていうか、その会場で借りてるやつですね。あ、オッケーオッケー。オッケー。それが2セット。オッケー。2つ。オッケーオッケー、大丈夫。で、ポチームの方はリアトツ何人ぐらい来るの？いや、ちょっとわかんないんですよ。で、まあ、できれば5人だけ枠を空けていただければ、俺いはや、5多人以分上。ね、俺も1人とかしか来ないから、そんなに集まんないと思う。だから、その集まった1500円分に関しては、ポチームに渡すから、会場費に当てて。よろしいですか？すいもちまろせん、ん。もちろん。それで、ちょっと安くなるでしょう、多分。ありがとうございます。ありがとうございで、まあ、ます。それくあらいかとな、は。協力できるの。あと、まあ、タイムスケジュール組んだんだけど、ポチームも練習したいの？いいでし俺ょ？は逆に、自分緊で張か。しいだから、そういう場ではちょっと痛くない。でしょ？逆に、だから、会場の端っことか映らないところで体温めてた方が楽でしょ？俺、外行って体温めてるか、オッケーオッケー。その方がそう多いう分いい形と思でっいいでた。すかね、いいそれよいいは。よ。多分そうだと思ったから、組まなかった。ポチ M のはい、すい練ません。習は。9時ぐらいに現れますんで、また一回外出て。オッケーオッケー。あとなんだろうな。ルールなんだけど、3分2ラウンドで OK だった？3分2ラウンドで OK ですね。で、2ノックダウン制で OK です。OK？ じで、ゃあ、判定もリスナーさんで OK じゃないですか。で、一応熱くなった時に、止める役として、辰彦に多分お願いするけど、大丈夫？大そう丈です。夫？よろしいですかね。すいません。あと、あと、ギャラとかはちょっと、あんま、和道の分しかないもんで、すいもまちせろん。んもちろん、それは大丈夫だよ。すいません。申し訳ないです。すいそまれせはん。大丈夫、で、あ大り丈が夫。とうございます。本当にこういう機会いただいて。申し訳ないです。今までの失礼はもう本当申し訳ありませんでした。すいません。いや、いいんだけど、なんつうんだろうな。誓約書の内容っていうのはそっち側で用意するって言ってたけど、誓約書書けるの？まあまあ、見よう見まねで書こうかなと。おつこうとかわかんの？その割引とか。わかんないですね。それ誓約書としてさ、機能しない可能性があるから、うん。書類を2枚用意すんのよ。全く書同類じを内容。2枚を用意して、そう。で、まあ、おつこうとかテンプレートがあるから、多分、怪我しないようにとか、怪我しても自己責任でって。で、主催がポチ M っていうことでちゃんと書いておくことと、住所、氏名を書く欄を作ること、印鑑を押す場所。で、最後に割印っていうのを押すから、印鑑をお互い、まあ、俺、母印で行こうと思うんだけど、母印でよかったら母印で押すっていう。まあ、ここの時点で、まあ、書類も書きますけど、口約束じゃないですか、お互い怪我なかったときに。
怪我あった時でしょ。怪我あった場合はお互い自己責任でっていうことと、うん、そういうこと、死亡した場合っていうのは、主催、主催っていうかお互いに、お互いに、そう、怪我後遺症、死亡があった時に、まあ自己責任にするっていうこと、要はその不服を申し立てないっていうことね。はい、はい、を、うん、まあまあ書類っていうのと、今ここでお約束っていうのと、あと金銭的なものっていうものでお互い、オツが、はい、会場を用意する企画の主催である、はい、で俺にギャラをいくら払うっていう文言を入れておかないとダメだよ。あ、そうですね。で、2万3000円 の、 あの、うん、あれ、まあ、交通費ちょっと入れますんで。ありがとう。はい。うん、で、あの、その他に何らかの形で、金銭のことが関わって、あ、関わることがあっても、お互いに、それは支払うことがないという、うん、第三者が入っても。そうそうそう。で、お互いに印鑑を押すんだけど、自分の名前の横に、はい、さらに、はい、その、証明書2つを重ね合わせて割り印って言って、真ん中の 、はい、半分ずつ、こう分かる印鑑を押すと証明になるじゃん、はい、それをお互い持つんだよ。はい、うん、 OK。 それまあとりあえず、まあ、まあいいや、会場でその文字だけ用意してくれて、名前とその住所書く欄用意してくれたら大丈夫だから。はい、はい、分かりました。はい、うん、OK。 まあとりあえずこの今の時点で、今の時点でこの口約束っていうのを効力発揮するとは思うんで、まあそうだろうね、動画で証拠になると思うから、はい、まあ、お互いに第三者が、まあ後々、一度ちょっとこっちの配信のなんかトラブル上でちょっとそういうことがあったもんで、何あの意味が、お金がどうのこと、第三者が入ってっていう、ポチ M の放送で何かあったってこと。あ、そうそう、そういうことがあったんで、まあここの形で第三者がお金を、まあ和道なりお礼なりに第三者みたいのが現れて請求したとしても、それは払わないと。でも関係ないじゃん、第三者誰よ。はい、なんで誰が、誰かが出てきてさ、はい、あの俺とかポチMに金請求するのか全然意味わかんない。まあまあ、なんか変な輩がいろいろといるもんね、たまに。あ、まあ俺は大丈夫だよ。はい、うん、まあまあ、いくつか確認したいことがあるんだけど、はいはい、その俺も俺でちょっと迷ってる部分があって、はい、そのあのまあポチMさ、自己紹介でさ、その、はい、今来てる人が経緯が分かんないから、もう一回説明してよ、そう、なんでこういうことをやるのかっていう流れを、はい、流れを自己紹介で、うん、自己紹介も兼ねて、だって意味分かんないでしょ、うちのリスナーさんからしたら、もう2年も3年も前のリスナーさんでさ、はい、でポチMって誰だよってなってるわけだから。あ、はいはいはい。あ、今するの、ごめんなさい。いや、今した方が、もう今しないでいつすんのよ。あ、そうだよ。はい、どうもポチMと言います、よろしくお願いいたします。はい、あのこの度ですね、あのちょっと話の経緯でですね、あの話の経緯っていうか、ちょっとごめんなさいね、口下手で、ちょっと和道さんとちょっとあの試合することになりました。試合をしたいという経緯はですね、自分があのふわっちっていうか、配信自体をちょっとをあのまあやめようかなと思いまして、はい、そういう経緯でですね、最後に何がやりたいかって言ったら、和道さんとちょっと試合が してみたいっていう、ただそれだけな理由です。はい、でちょっとまあ昔いろいろありましたが、今まあ失礼な部分もありまして、ちょっと恐れは本当申し訳なかったと。コメント欄は読めてんの？ダメだ、あの説明が下手すぎて多分何にも伝わってないから、コメントで質問に答えた方がいいと思うわ、ね、はい、なんかポチMに質問ある人はちょっとキツネで書いてください。うん、あの極端に喋るのが下手なんで、まあ、はてなマークだよね、はい、あのみんなが質問した方が多分早いわ、ポチMに。ポチMに質問あったら、はい、ポチMボクシング経験あんのとか読んでいって、この辺。はい、経験はありません、ポチM。はい、ボクシング経験はないですね、はい。全く経験はないんで、はい。素人ですね。はい、どんどん読んでいこう。はい、何歳ですか？はい、43歳ですね。はい、なんで和道とやるの？最後に何かやりたいと思ったとき、和道としか何かやりたいと思わなかったからです。何のために試合をするの？いや、特に、2歳、まあ自分の最後だからですね、はい。格闘技経験はない感じですか？ないですね、はい。今ジムに通ってるって噂があるけど、ね、ジムには通ってないです ね。ちょっとお金がなくてジムに通えなかったですね。なるほど、はい、はい、ね、
ポチエマはギャンブラー、ギャンブラーです。はい。ギャンブラー配信をファッチでやってました。はい。ポチはワードをしばきたいのか、いや、一度戦ってみたいと思いました。ボクシングか何かで。はい。ね。ポケモンのポチエナと関係ありません。はい。特に他にございますか？あれは、ワドが嫌いになった理由はだって。あ、ワド、どう書いてある？21号さん、下の方。あ、下の方。ワドが嫌いになった理由はあんまり特にないんだけどね。うん、石回って無になってるんで、今全然嫌いとかそういうのは全くないです。はい、じゃあ43歳で格闘技経験がなくて、引退するときにもともと絡みのあったワドと蹴りをつけたいっていうか、なんかやりたいと思って、セゴロ前だし、はい、まあ俺も殴り合ってみたいって感じかな。あー、まあ何かやりたいって思った時に、まあまあまあ正直な話、体格差って言っても、あ、そう、身長と体重、俺は170センチの75キロなのね、うん、今75キロでした。俺は今168センチの、うん、身長変わんないね。62か13だから、やっぱ体格差あるんだけど、うん、まあ、あるね。でも、旗から見たら、まあ、俺の方が断然不利なんだろうけど、なんか挑んでみたいと。うん、配信ではもうどうにもこうにも勝てないし、うん、ボクシングでももうどうにもこうにも勝てないし。身長はね、多分俺の方が高いと思う。何回も合ってるんだよ、はい、俺とポジション。多分俺の方が少し高いぐらいだと思う。高いかなっていう感じ。ただ俺が腕長いからリーチは多分俺の方が有利だと思う。はい。うん、まあまあキャリアもそっちの方はあるんでね。まあ。うん、だけどなんかやりたいと思っただけです。すいません。和道さんと試合申し込むときに次枠でなんとか和道を引っ張り出すために口八丁で下手に出ようと石田というリスナーと画策してましたよね。今もその支援を晴らすための試合なんですかっていう質問が嫌よできてるね。ああ、石田って口八丁でっていうわけでもないけどね、どう試合をするかっていうのを考えてましたね。うん、経験なし40歳で和道に勝てると思いますか。試合する前に負けることを想定してやることはないです。なるほど。はい、うん、まず。なるほど。どれくらいトレーニングしてんの？だって1ヶ月前にオファーが来て、もう1ヶ月ぐらい経ったら。毎日とりあえずはやってますね、何か何らかしら。いや、例えば何キロ走ってるとかさ、毎日のトレーニングメニューとか。トレーニングメニューは走って、どれくらい距離は。筋トレして、距離。走ってる距離ですか。あの6分、3分を2回じゃないですか。早いペースで、あの3ラウンドに、あの3分2ラウンドじゃないですか。はい。ですので、10分走って休んで、10分走って、早めに走って休んでって。20分走ってるってこと？いや、何回かそれを分ける。だからどれくらいよ。それがさ、1本なのか、10本なのか、全然話変わってくるから。いや、それは3本か4本です。おー、なるほど。それは毎日やってると。それで筋トレやって、うん、シャドウやって。シャドウどれくらいやってんの？シャドウ3、40分じゃないですかね。うん、で、あとまあそんな感じですね。じゃあ2時間ぐらいやってるんだ。2時間、そうです、2時間ぐらいですかね。サンドバッグとかミットは叩いたことは？はありますね、サンドバッグ。そうですね。何、今通って叩いてるってこと？いやいや、もう金がないんで、うん、あのパンチングミットを木にくくりつけてとか。買ってってこと？アナログ的な。買って、その、なんか、公園とかに。そう。木を殴ってるってこと？木を殴ってる。大丈夫かよ。スパーリング経験は？ないです。ぶっつけ本番で来るの？とりあえず。おー、まあいいけど。ジムに本格的にトレーニングしてたって書いてあるけど、ね、トレーニングしてないです、してないです。働いてはいるの？今働いてますね、俺は。何やってんの今？今普通に仕事です、社会人ですよ。いや、だから何業とかあるじゃん。あ、言いません。あ、秘密なんだ。秘密です、秘密です。はい。おー、
敵を殴る。なんかそのファイトスタイルとかなんか意気込みとかさ、なんかこうご戦略とかあんの？え、あのごめん、今戦略を今ここでは言わないと。なんで？え、でだってだってカエル飛びだったらすぐ分かっちゃうじゃん。いやカエル飛びやるつもりなの？うん、ダメなの？いや、いいんだけどカエル飛びにか、うん、まずかカエル飛び、いやいい作戦なんだけど、いや言った方が面白いんじゃないの？うん、あのなんかだってさ、お前の枠仮想枠で1人とか2人しか見てないんだから、アピールするところ自枠見てくれっつってもさ、うん、もう時間がないわけだから。自枠もう諦めて大丈夫。いやだからここでアピールしないと、うん、いつアピールすんのって聞いてんの。あ、ボクシングだからバックブローできないよ。あ、バックブローだ、ね、バックブローはキックだから。ルールは分かってんの、はい、ボクシングの。え、ルールは分かってるの？どっからどこ打っていいっていう。は分かんない、一応見てます、見てます、はい。いや見てるじゃなくて、そのルールは分かってるの？ボクシング基本的に分かってます、はい。大丈夫、組んで腰から下しゃがむなとか、あれとか腰から下しゃがむな、あ、腰から下の攻撃はダメとか。ダメ、はいはい、とバックブローはダメ、バックブローダメ、はい。クリンチした後に攻撃もダメなの知ってる？クリンチした後に攻撃もダメ、はい。クリンチしながらこうやって K1 とかやってるじゃん。これはムエタイとかキックだから OK なんだよ。ボクシングこれダメだよ。離れて打つんだよ。それ分かってます、はい、分かってる、大丈夫。これはやらないっていう、分かってます、分かってます、うん、はい。猫パンチ対カエルパンチか。いや、ほんと俺のカエルパンチ舐めちゃいけませんよ。インファイターのアウトファイターの、え、インファイターのアウトファイターの、アウトボクサーのどっちの？いや、何それ。何それ。あ、で確認したかったっつうのはさ、ほら、はい、やっぱりそのまあ俺もど素人だけどちょっと習ったわけじゃん、はい、前回から、はい。で正直言うとその体重差もあるし、はい、俺はなんか本気でやっていいのかっていうのをずっと相談してんのよ。ああ、怪我するよ本当に。怪我するよね。うん、すると思うよ。前は、あ、大丈夫大丈夫。前はあと何本残ってんの？あとね、ちょいちょい残ってっから、もう俺一覧ゼロだし、うん、大丈夫ね。パンチ力は自信あんの？パンチ力はとりあえずは当たればね。当たれば倒せるって感じなんだ。だ倒せる倒せる。なるほど。だから当たってくれないからもう。まあ、当たれば俺の勝ちだと。まあまあ当たれば、うん、なるほどね、はい、うん。当たってくりゃいいから。本気でやっていいの？え？本気でやっていいの？あら、本気以外に何者でもないよね。おお、いや、うん、日本語がよくわかんないけど、本気で俺はやっていいのかっていうふうに聞いてる。いやいや、やってくださいよそれは。そんな、うん、ああ、なんか逃げ腰でここで本気でやらないでください。でもあれだよね、肉体労働ずっとやってるからさ、腕は太いよね実際。うん、うん、まあ肉体労働者ですからね、はい、うん。まあまあ体力は絶対俺よりあるもんね、スピードもパワーも。ああ、それはどうか分かんないですけどね。うん、分かった、じゃあ本気でやらせてもらいます。はい、はい、お願いします。あれ、例えば辰彦にレフェリーやってもらってさ、辰彦が止めた場合っていうのは納得できんの？納得できますね、もう、うん、専門家の人なんで、うん。まあ、辰彦はずっと地下格もう30戦ぐらいやってるから、はいはい、はい、ちゃんと止めどころ、レフェリーの人が止めた場合に関して、うん、僕はそのレフェリーのジャッジに従うんで大丈夫、俺ももちろん従うけど、はい、 OK、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。あと何か言いたいことありますか？あ、特にないです、大丈夫です。あ、そうそう、あと辰彦は多分俺のリスナーだから俺よりのジャッジになりそうだけど、俺ももちろんそれやめてくれって言うけど、あ、いや、それでもそれでも甘く見るところはあると思うよ、うん、それでも納得できんの？まあ OK ですね、はい、 OK、 分かった。あの、うん、うん、全然大丈夫ですよ。OK、はい、分かった。はい。じゃあ、10日後 ?10 日後、25日ですね。はい。よろしくお願いします。すいません。うん。
まあ、じゃあやりましょうか。はい。はい。じゃあ、よろしくお願いします。うん。すいません。はい。じゃあ、あと、あとは、OK ですね。はい、すいません。お金ももう払い終わってんでしょ、会場に。もう、場所代は払い終わってますんで、不足の事態がある、なんかない場合、あった場合以外は大丈夫ですので、はい。Wi-Fi も借りてるんだっけ？ Wi-Fi 借りてるんですけど、WAD の方は用意できます？俺も一応バックアップは用意していこうとは思ってるけど、一応会場には Wi-Fi はあるんだよね。会場にはないんですけど、ポケット Wi-Fi じゃないとつながらないって。え、会場に Wi-Fi 環境ないの？ない。ないの？スマホとうん。ポケ Wi-Fi はじゃ入るないの？と。そうそうそう。わかった。なんとかします。はい。はい。わかりました。よろしくお願い一し応、ま俺す。もポケット Wi-Fi はちょっと持ってレンタる？ルで借りたんで。あ、本当に？あ、もしかしたらそれ借りるかもしんないわ。はい。うん。はい。よろしくお願いいたします。すいうん。ません。あ、あと、やっぱり配信だから動画後から消してくれとかさ、数年後に言われても消せないっていうことだけ、それああ、も、大丈夫です。うん、それは全然全然。それ契約書に書いておいて、後からやっぱ消してくれっていう人いるから、はい。あ、そうなんです。この動画の、はい。著作権と肖像権は WAD に譲渡しますっていうことを一筆、契約書の中に入れておいてください。はい。あと全部ワードの枠でお願いします。うん、僕の枠でやりますよ。はい。よろしくお願いします。はい。すいません。よろしくお願いします。はい。じゃあ、ありがとうございます。お疲れ様でした。失礼します。失礼します。まあ、ということです。伝わった？ OK。OK ですか？ OK。伝わらなかった。うん。はいはい。ありがとう。まあまあ、こんな感じでいきましょう。フォローありがとう。セコンドは鮫島さんにお願いしてるかな、一人は。大怪我するかもしんないよ、わかんないよ。大怪我するかもしれない。それはわかんないよ。ボクシングのも。ねえ、セコンドとかも楽しみだよね。醍醐味だよね。いやー、試合前に大怪我はしたくねえな。直樹兄さんにも失礼だしね。うん、サンドバッグ叩いてないのはちょっと不安だけどね。まあまあ、しょうがないよね。鮫島さんは MC だから。解説だから。そうそうそう。ガチ囲いだよ、もともと。ポチ M は。いや、やらないんだったらやらないで別の人にお願いするよ。そうなんだよね。テレチャンピンの家でサンドバッグ叩きたいんだよね、俺も。別の人？会場で物販、ステッカーとかは各自持ってくんじゃないかな。
別に物販とかただの練習見学会だから俺は別に持ってってもいいよ。サンドバッグは高いもん無理よ。そうだね、ロハコさんとかね。見学は配信に映らないですね。簡単に言うとリングがあるでしょ。で、リングの、リングからソファー側にソファー一席設けて、要はリングを背にして、鮫島さんが解説ブースを設けるのね。で、2カメでやります。で、まあ簡単に言うとソファーがあるところは映らないです。リスナーさんはソファーで見学ができるっていうスタイルですね。そんな感じです。ソファー側に座って、鮫島さんは、リングを背にしてソファー構えて客席作るんで。席は25席あるんで、まあ、早いもん勝ちで。はい。で、横浜駅に、18時集合で、もし来る人がいたら LINE で連絡ください、僕に。金かけたのは俺じゃないよ。鏡があるから映っちゃうのは、まあ、その辺はうまくやりますよ、カメラアングルで。じゃあ、ポチエムが全部負担するって言ったから、少しでも、なんか協力できないかなと思って、安くできるんじゃないかっていうことで、観客席作れんじゃないのっていう提案をさせていただいたの。そんな感じ。だから来たい人は来てください。鮫島さんがメイン MC ですね。見学は1500円です。いや、俺に今予約来てんの1人か2人だから、まあ身内が 4,5 人来るぐらいじゃないの、うん、ポチーム出資じゃなくて俺主催じゃないかんね、うん、一応だから協力してるだけで。横浜駅集合ですね。あ、全然いいっすよ。鮫島さん目当てで来るかもしれないね。わかんないけど。で、まあその後飲み会とかやんじゃないの。あ、そういう迷惑行為する人は NG です。申し訳ないです。ただ見学できるだけなんで。いや、じゃあ来なきゃいいじゃん。1500円高いと思うなら。まあまあいいんじゃん。 2,3 人でもだいぶ助かるでしょ。いや、バカかどうかは分かんないけど、来たい人が来ればいいんじゃないかな。じゃあ一回あれだね、もうちょっとしたら通常枠に切り替えます。ヒゲ伸びた。いや、今日短くしたんだけどな。ヒゲ整えたんだけどね。綺麗に。ドレさんね、ぜひ来て、まあ解説役とかで来てほしかったんだけど、ドレさん来ないって。別にポチエム舐めてないよ。どうだろうね、ゆうゆう来るかどうか分かんない。ゆうゆう妊娠してるから来ないんじゃん。あ、全然見に来てください。全然ウェルカムですよ。声が出なくてもいいんじゃない？まあ見に来れば。お客さんが喜ぶでしょ。お客さんっていうか閲覧が喜ぶでしょ。いや、自分が素人なの分かってるよ。だから練習するんでしょ。こんばんは。自分がプロだと思ってないですよ。ライセンスも持ってない素人ですよ。ドレさんはちょっと声の調子が戻らないから今月いっぱい休むって。あ、もしよかったらアイテムお願いします。アイテムください。お願いします。いや、配信外で俺誰ともスパーとかしないよ。練習付き合ってくれる人はいいけど、なんかただその俺のこと怪我させたりとかそういう人は嫌だから。ありがとう、大花火ありがとう。48号さんありがとうございます。大花火ありがとう。ありがとう。
ドレさんはね、喉の調子が悪い。風船ありがとう。いやいや、知ってるって。うん。いや、ドレさんね、声復活してほしいでしょ。いや、ポチエン別に弱いと思ってないよ、俺。うん、いや、来たい人が来るのは別に悪くないでしょ。リアルでね、横浜でやるんだからせっかく。いいと思うよ。肉まんありがとう。こうやね、最近元気ないね。鼻は整形してないよ俺。練習会っすね。いや、実際ね、喋ったけど、声出なかったよ、ドルさん。3月の25日、日曜日、18時半、夕方の18時半、夕方の6時半だね、に横浜駅集合。お疲れ様です。何？負けたらどうするってどういうこと？いや、別に大手配信者とか狙ってないよ。普通にやってるだけ。普通に。練習会は誰でも出れるんですか？いや、あの練習会の見学者ですね。見学者を募集してます。はい、あの練習会のメンバーは決まってるんで、僕と達彦と光くんとテルの練習を見学するっていう。で、鮫島さんがメイン MC です。ちょっとドルさん心配だよね。残業？プロフの 2？ プロフの 2？ あ、本当だ、ありがとう。ありがとうございます。はい、ありがとう。プロフ変えます。ありがとう。いやいや、俺がもともとボクシングが好きだったの。だから、第1回のセゴロでもね、ボクシングルールでやりたいなっていうことをずっと言ってたんだけど、テルチャンピンと対戦がまず決まって、テルがやる条件っていうのは、蹴りがありっていうルールだったのね。だから今回はボクシングルールでやらせてくださいって、俺からお願いしたの。俺からお願いした。ゴミ屋敷だね。蹴りが苦手だからっていうかね、蹴りがありなの苦手なんだよね。テルは経験者じゃないね。テルチャンピンとはキックでやったね。うん、ボロ負け、判定負けですね。判定負け。出たパンチが猫パンチしか出なかった。うーん、ちょっとね、配信怖くなるのは俺もわかるかな。期間を置いたことがないから、多分なんか配信のモチベーション下がっていくだろうね。テラはもともと喧嘩っ早い方だったって聞いたよ。喧嘩、まあストリート慣れはしてるって聞いたね。
実際テル反射神経いいよね。まあ元ヤンツーか、うん、喧嘩っ早い方だったらしいよ。どうもどうも。あ、そうだったんだ。ほう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 。よかったよかった。え、実際ね、ステゴロ1はね、ムエタイルールだから肘ありだったんだよ。超危ないよね、今考えると。天下をつんだっけ？ありだったんだよ、肘。ただ、素人でね、肘出せないね。こんな至近距離に入れない。だから、あの、高等技術だよ。クリンチの状態、滑り込ませるわけじゃん。うん。実際なかったもん。初見さんいらっしゃい。楽しんでって、もしよかったらフォローしてね。まあ、多分ボクシングルール2人しかいないかな。肘、膝危ないね。ヒカル君は膝うまく使ってたけどね。結構危ない。バッサリ切れるから。フォローありがとう。ワンはね、セブンさんとヒカルくんが一番因縁あって、もう本当にプライベートで罵り合ってたよ。あの、ヒカルくんと一緒に住んでたことがあって、ヒカルくんの家にお世話になってたんだけど、144号さんごめんなさい、 NG ワードです。組み付きからの膝とか素人でも危ない。あのね、多分ね、出せない。格闘技やったらわかるけど、あの、そういう余裕がないよ。本当に難しいよ。あの、天下をっていうんだっけな、こう組み付いてこっからこう入れるんだけど、そのこうやってやって相手がこうガードしてたら こう入れたりするんだけど、無理。あの、やったことある人ならわかるよ。だから首相撲とかもすごい難しいの、こうやって頭振ったりとか。俺は風俗行かないっすね。まあまあ肘は危ないのは確かだけど、まあ出せないよね。風俗好きな配信者誰だろう。風俗好き公言してる配信者誰だろうな。ありがとう。パフェありがとう。ありがとう、こんばんは。膝蹴りはまあまあまあ、膝蹴りは有効かもしれない、素人でも。ただまあ、肘が出てくるっていうのはなかなかないよ。まあ、そのパンチのオーバーハンド気味にそのぶつかっちゃうっていうのはあるかもしれないけど、肘をピンポイントで当ててくるやつっていうのは多分難しいんじゃないかな。小手強いね。小手の方が脳揺れるから、あの、目も入れられるし、喧嘩の時は小手使えるって聞くよね。身長僕170ですね。捨て頃いった。ああ、ありがとうございます。すいません、へっぽこな試合で。生で僕の猫パンチ見たんすね。ありがとう、来てくれて。楽しかった。ああ、よかったっす。嬉しいっす、そう言ってもらえると。あ、まあ喧嘩勢い大事だよね。うん、喧嘩は勢い大事。体重はね、今100じゃねえや、75。体重75。
俺運動神経悪いね。想定っていうか、まあ想定は使える技じゃない。生の和藤さんかっこよかった あ、照れますね。ありがとうございます。予算おっぱぶ大好きは分かったってどれさんは今療養中？体休めてるね。体重増量したけど体もだいぶ締まってきたよ。肥満気味っていうか肥満だね。腕もだいぶ太くなってきたし、前回よりいい体だね。ルールはボクシングですね。僕は花火ありがとう。選手によって違うんですけど、僕はボクシングルールでやります。肥満だよ。上半身裸見てみる？今の体見てみるかい？脱ごうか。今日はちゃんと飯食ったから腹出てるよ。はい、ワード2見ようか。じゃあ、直樹兄さんに渡さないでよ情報。今こんな感じだね。でも肥満は肥満だけど上半身むっちりしてきたんじゃないの？だいぶ締まったと思うけど。以前よりもいい体してるでしょ。だいぶ締まったでしょ。締まったよね。いや、前の体知ってる人はね、もう本当にただのオタクのデブっていう感じだったから、だいぶスポーティーな体になってきたよ。いや、もともとを知らないからだよ。ドレさんに褒められたもん。好きな女性配信者、あんま見ないかな配信は。あ、まあまあ脂肪はプニプニしてるけど、グラップリングは何にもできないですね僕は。俺だって喧嘩弱いもん。自覚あるよ。喧嘩強くないよ。好きな男性配信者、今特にいないかな。あんまりね、自分が仕事でやってるとそういうなんか客目線で見れなくなってくる。純粋にもう研究対象になっちゃうからね、普通に楽しめなくなる。クロクロは多分復活ないだろうね。クロクロは復活ないよ。でもそんなに悪くないって言われるけどな。練習風景見る？いや、ドレさんにミットもらってる練習風景あるよ。じゃあ最後に練習風景でお別れしましょう。次枠はですね、次枠は、通常枠でやります。ぜひフォローよろしくお願いします。次枠は通常枠でやります。よろしく。じゃあ皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。
ありがとうございました。フォローよろしくお願いします。フォローよろしく。お疲れ。次役いきます。怖いから、右それから左。